だって何があっても出てきてはダメだ。バジルを探してくる。必ず戻るから。そんな顔しないで。いい、よく聞いて。あなたなら大丈夫。頑張れるわよね。私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージル、バージル、どこにいるの。串刺しにされるかと思ったぜ。目を覚ましそうになかったからな。少し強引に起こしただけだ。今何日だ。6月15日ひと月。体がバキバキだ。急げよおっさん。今頃多分ネロの小僧が一人でユリゼンの元に向かってる頃だね。よあいつごときの力じゃ。おい、俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼンを倒せれば俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼンは奴の力は想像を超えていた。何これ、嫌な匂いね。そりゃそうだ、ゴミためみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな、あとは任せよう。あ、え、ちょっと待てって。おいおい、なあブイちゃんよ、ここまで来たってのにマジで逃げんのか。おい、保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな、行くぞ。ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ、急いでね。だって確かめさせてもらうぜ、本当にお前なのか。
もたもたしてるとしまっちまうな。
もうやってやがんのかよ。気が早い女どもだ。Yeah!
だいぶ近づいたか。これはそちらがゴミための王様で驚いたな、うん、俺でも手こずる女どもだってのに二人を軽く倒しちまうってことは大当たりか。ダンWe'll be right back.
頼みの綱のネロも役に立たずじまいだ。つまりネロを連れてけ。余計なまねするな。ネロ行け。お前ら足でまずいだ。俺が足でまといだと舐めてんじゃねえぞ。だってことを光栄に思い。それじゃそろそろ行くか。坊やには酷な仕事だ。おい待て、まだ話は終わっちゃ。いいから休んでな。まあ一応礼は言っとくぜ。少し寝すぎた。肩慣らしするか。Hit!
廃墟ばっかだな。町は賑やかに限るぜ。邪魔くせえな。ぶった切っとくか。
上を目指す。それが一番早そうだ。崩れそうだな。めんどくせえ。重労働だな。こっちは寝起きだってのに。
さあどうぞお通りください。なんてことあるわけねえよな。もうハロウィンか。衣装がでかすぎるぜ。センスも最悪だしな。サイズ直ししてやるよ。詰めすぎたな。大丈夫か。あ、なんとかね。ダンテ、あの悪魔。今は無理するな、うん、休んだろ。ダンテ、トリッシュを頼む。ダンテ、待て。
ダンテは言ったよ。だが奴には勝てまい。あの悪魔の正体をあなたは知ってるの？ユリゼンなんて悪魔はいない。魔界生まれだからそれぐらいわかるわ。ねえブイ、あなたは何なの？何でもない。俺は全てを失った者の抜け殻だ。教えてやろう、俺が生まれた理由を。度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だがまだ死ねない男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。切り離したのだ。そして男は純粋な悪魔となった。俺に残されたかすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになってようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ、愚かだが、奴ならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。刀嵐にはちょうどいいな。